正月は何ですか。冷えてない。はい、はい、明けおめです。パキュー、明けおめ。はい、行きましょう。いっぱい出たね。今度行きますよ。待たせば。そう、ほうれん草とかまぼこと椎茸。ちゃんとブイヨンから作る。ブイヨン、ブイヨン、それじゃないよ。トリュフ味噌ワークみたいな。白だしと、ミント、お酒と、醤油と、ポタシ。美味しそう。そう、あとお餅入れてね。あ、お餅入れてね。よかった、またよろしく。あ、よろしくね。ゆっくりよろしく、のびのびと。よし、はい、セクシー。はい、オッケー。ありがとう、ありがとう。ライトもいく。ありがとうね、ありがとう。はい。ありがとうございます。はい。おはよう、誕生日。私もよろしくね。お誕生日の時に、家に帰った時にさ、トミーさんチームに行ったんだけど、もう活躍できなかったから。そんなことない、そんなことないよ。トミー何もしなかったじゃん。今年もしよう。できるようになったら、あ、ね、ね、またみんなでできたらいいね。はい、行くよ。はい、セクシー。はい、OK。見てないよ、もう10年ぐらい見てないよ。私もかなり40回しか見てないんですよ。紅白だって仕事してたからさ、眠くなっちゃった。あ、お疲れ。一応これ、佐久間さんの言った、あの聞いた伝説のライブ、羽生の。あ、見てない。これがずれるってやつ。それ見せられない。後で見せてあげるよ。YouTube あるから。見たい。衝撃のああって感じ。テロも被ればいいのさ。そうそう。佐久間さんに貸してもらおうか。そこで、その辺で買えよ。そんなもん。反対業界。反対業界。緑色のズラ買ってやれ。行くぞ。もう正月早々くだらない会話してんじゃないよ。いくよ。はーい、カッパ。あ、間違えた。ビタミン2やる。対抗してビタミン2でやる。やろうか、ビタミン2いいよ、やるよ、はい、じゃあどうもありがとうございます。じゃあまたね。ありがとう、またね。ありがとう。はい、セクシー。はい、ありがとうございます。ムック先輩とか、あ、そうですか。お久しぶりです。お久しぶり。そっか。めちゃくちゃ前だよね。だからね。ほら、ここにポケモンいるよ。え、どこ？あ、本当だ。え、ポケモン好きなの？好き好き好き。何？ピカチュウ？なんだっけ？あ、そう、モルタモルタ。え、知らない。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 モルタか。嘘じゃん。毎日あれだよね。最近インスタで上げてるよね。あ、そう、スカーレットの、ね、スカーレットの、ね、そう、カビ顔に上げてたの。はい、セクシー。おかしいね、長いしね。ルーカーこれ見てよ。おばちゃんだよ。おばちゃんだよ。最近の子は顔が我々のずっと食べ物が違うからね。いくよ。はい、セクシー。もうね、次がおばちゃんですよ、皆さん。さあ行きましょう。はい、お疲れ様でした。皆さん撮れてましたか？大丈夫ですか？大丈夫ね。撮れてない人いませんね。はい。あんたらいいよ。ひどいわ。毎週来てしたね。さあさあさあ。まだまだ。あ、20分の。早っ。早いね。
美味しい。美味しい。美味しい。後ろの方はあの見づらかったら立ててもいいですからね。はい、見えるように立っていきますので、ね。ねえ、ぬーちゃん、こんなところでお正月ですけども。ね、お正月といえば何か思い出ありますか？思い出特にないですか？思い出。思い出か。特にないの。ないな。寝て過ごしてるだけなの。大抵寝ちゃうよね、次1月1日って、うん、何なんだろうね。そう、やることないもんね、1月ってね、あの正月って起きてようと思うんだよね、なんかせっかくの元旦だからもうなんか朝から頑張るぞって思うんだけど、気づいたら12時過ぎてんだよ、紅白とかいろいろ面白いテレビや夜やってんでさ、そうそうそう、夜更かししてさ、そうそう、別に大して面白くないのに夜更かししてさ、そう、で次の日お昼目に起きて損した気分、そう本当それ初詣行くんだとか言って言って夜更かししてるから絶対行けない。行けない。初詣は見れないんですね。そう、で逃すんだよ、初詣。初詣見た人いますか、そんな中で。初詣、初日の出か。初日の出。あ、行ってる行ってる。すごい。ねえ。起きてられるのがすごいね。ねえ、でも今年はその前からね、6時、7時前から来るんですね、6時半ぐらい。真っ暗になってんの。え、そんなの？そうだよ。意外と遅いんだよ。あ、じゃあなんか割と起きてるっちゃ起きてるんだ。そうそうそう。まだ真っ暗だったから。着いた時のとこはなんか船出と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 ないんだ、そこでも船橋の漁港で見れるよ。お、あ、そうなの、見れるよ、そこ行けるって、行くとは言ってないみたいな興味がないねえ、さあ、まだまだ時間いっぱいあるんでちょっとおしゃべりしたいんですけど、せっかくだからね、なしともさんたちとセクシーローズの皆さんとお話しましょうよ、ね、なんか初めて来てる方もいらっしゃるようですし、久しぶりの方もいるようですし、ね、毎回来てる方もいますから ね、 ね、皆さんありがたいセクシーローズですから、そうね、セクシーローズはあのフラちゃん、あ、フラじゃない、チャンジャーのファンのことを皆さん声出したからセクシーローズですからね、みんなセクシーローズだから、初心者の皆さん、あなたたちもセクシーローズです、そう、なしともさんじゃないんですよね、そう、この場にいるってことはもうセクシーローズ、セクシーローズですね、次バラ、ね、赤いバラをつけてきてくれればね、ね、そうです、じゃあ何か質問しましょうか、お正月一発目 ね、 ね、何か面白い質問があれば、面白い質問、面白い質問、ね、いやお正月何食べたとか言ってもつまんないじゃんはい、どうぞ、初夢何か見ました、初夢、そうですよ、それがですね、あのヌー、あの眠りが深すぎて夢をあんまり見ないタイプで、あ、見ないの、あんまりあんまり見ないの、いい、じゃあ睡眠してるってことね、うん、だからね、まだね、見てないの夢、お、今日あたり見るかもしれないですね、なんで見るんだろうね、なしともさんの夢見る、みんな出るんだよいいじゃん、いいじゃん撮影会やってる夢見たいですいいじゃん、ね、え、3日までに見ないんだっけ、ダメなんだっけ、初夢は1月1日だけ、そうなの、2日に見るのか、2日、昨日の夜、違うの、一昨日の夜か、一昨日の夜、1月1日の時の寝たい時じゃん、え、じゃもうダメじゃん、もう終わってるよ、そっか、日本では一富士二鷹三なすびなんていうわけわかんない、そんなもん見るかっていう、え、見たことある人、一富士あるわけないやん、そんなもんあるかよ、そうだよ絶対ないだろ、そんなに、ないの、え、ないないよ、富士山ぐらいならワンチャンあるかもしれないけど、なすび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 、なんだろうね、そんなの夢見て見たことあるのかな、ある人いいのかな、ね、どうなんだろうね富士山近くで、キャンプとかでバーベキューやってる人たら見るかもしれない、なんか那須農家の方々とか富士山でバーベキューして那須焼いて、そこに鷹が飛んでくればワンちゃん見る可能性がある、そうだ、確かに見てないです、そう、見てないんです、初夢は、初夢のことは夢を見ない、この現実しか見てないんです夢も減ったくないんですよ、そういうことじゃないんだ、富士山のフランスももう捨てましたから、そうなの、昔に捨てましたから、今じゃフランス語なんて一つも言えませんよ、ボンジュールは言えますよ、お嬢は分かりましたけど、分かんないです
忘れたね。完全日本なしになっちゃったね。話になってしまった。ね。用なしじゃなくなってしまった。用なしだよ。ね、音はね。音はね。あんまり喋れない状態が始まったからね。ね。そうそうそう。ね、そこで日本語が入ってしまったんで、フランス語が入んなかったんですよ。そう。ね。ね。ナショナル養成会ではフランス語っぽいの喋ってるんだよね。ぽい。ぽい。ぽいの。さあ次は何かありますか。あ、じゃあ先に、はい、ぬーちゃんは神社仏閣とか行きますか。行きたいと思ってる。御朱印があるのってご存知ですか。あ、御朱印、あの五郎さんがめっちゃさまだもらったことはない。あ、でもね、もらったこと自体はあるけど、あのなんかあの何行ったから、じゃあ御朱印もらおう、御朱印をもらうために行くみたいなことはね、あんましたことないかもしれない。御朱印集めをわざわざしないことでしょ。あ、そう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 。ただ行ったら何となくもらうことはあってもってことだよね。そう、なんか気分でもらおうかなぐらいの感じ。マシガメさんは神社の御朱印が、そんなもあるんですか。昔あったんですか。昔あったんですか。じゃあ楽しみにしてみぜひ。あ、じゃあ今日ヌーちゃんに御朱印してもらえるんじゃないですか。え、ヌーがやるの。マシガミみこさんみたいなもんなんだ。何のご利益もない、多分。別にそのものにご利益はなくてもいいんじゃない。安眠できるぐらいだよ。他の神社に行ったってみこさんが書いてるだけだよな。今日の神社みこさんが書いてるの。だいたいみこさん書いてる。正月なんてアルバイトしてるね。神主じゃないの。だってうちの息子、去年、一昨年ぐらいアルバイトしてる。あ、そうなんだ。そうそうそう。じゃあ、ぬーちゃんがあの御朱印をデザインしてスタンプにしていただいて、こう、おそらくパン、そんなんでいいの。大体スタンプです。あ、大体スタンプなの。あれ、あの書いてるメインはね、日付のとこだけ、うん、へぇー凝ってるの、すごい凝ってるけど、シンプルなところ、本当シンプル。あ、そうなんだ。いろいろあって面白いですよ。書道のアル、あ、書道のアルバイトじゃない、書道をやってる人アルバイトやってるよね。そうそうそう、書くために、そっちの息子やってたよ。そうそうそう、やってた。割と時給いいって言ってたよ。正月あんまり聞きたくないね。そうね、正月からやってたからね。正月忙しいもんね、だってね。そうそうそう。じゃあ作りましょう。お、ぜひ。分かった、はい、考えとく。はい、じゃあ先行って。はい。ぬーちゃんは福袋買う派ですか。お、買わない派です。めっちゃ買います。ああ、そうですよ。昨日買ってましたもんね。はい、そうです。ここでそんなもん買う人いるんですか。昨日みんな買ってた。グッズの福袋はまだいいさ。服とか問題は服だよね。え、買います買います。あれ大体外れじゃない。俺服、え、俺ガキの頃しか買ったことない。大抵外れてないあれ。そうなの。俺一回買った時、なんか東武鉄道みたいな茶色いスラックスで昔の東武わかる。昔の東武の人が履いたあの茶色いスラックス出てきて、そんな誰が履くんだ。え、まだ持ってる。持ってないやん、その場で捨てたよ。そんなの履いてる人いねえだろうっていうさ。大体あれ残り物があるでしょ、だっていう、ね、え、それ用に作ってる場合と、まあ、そうそう、でもさ、昔は結構、うん、こんなん着れないよって多かったよね。え、今年服、洋服系の福袋を買った。セクシーローズ、ほら一人じゃん。買わないのかな。アパレルとか欲しいのに、なんかよくわかんないキーホルダーとか出てくるんだよね。いらんだろ、キーホルダーなんて。福袋ヌーもあんま買わないから、ああ、なんか必要ないニット帽とか出てくる。ありがちだ。文句しか出てこない。福袋、アパレルの福袋はいかんよ。え、でもなんか高いさ、あのブランド系のさ、福袋だったらいいの出てくるのかね。なんか動画で上げてる人がいるじゃん。あ、そうそう、あれ面白いよね。開封動画みたいな。いくらでしたみたいな。そうそうそう、なんか運十万のコートが出てきましたとかさ。か今メルカリすごいじゃない一番。あ、そうか、今そうか、そうか。買ったことあるの。え、福袋は、うん、ない。何にもさっきの質問に対して答えがあんまないですよ。夢も見ない福袋も神社仏閣もいいし、何しに日本に来たんだよ。いつからそんな現実的に。あなた一応夢を持ったキャラクターなんですか。ごめん。正月なんですから。ちょっと地味だね。地味。地味だね。ええー。悩
ないらしいですよ、そういうの。そういうものに期待をしてないみたいですから。そんなことじゃないのよ。落ち着いちゃったね。え？ルーちゃん落ち着いたよね。落ち着いた？もう実は精神年齢50歳ぐらいなの。もうちょっと上かな。いや、年齢は今も結構いってるんで。そうか。ふな君と同じでしたね。そうそうそう。でもふなちゃんは未だに中二病みたいなことやってる。いいじゃないの。いいじゃないの。さあじゃあどんどん行きましょう。いいですよ。後ろの方もよかったら。はいどうぞ。野球好きだと思うんだけれども、ぬーちゃんがまだ行ったことがない野球場で一番行きたい野球場スタジアムってどこですか。ああ難しいね。はい。実に難しい。ホットホットフィールド。神戸の行きたいんだけど、オリックス。そう、うん、札幌ドームがさ、あ新しくなったね。そう新しくなったから新しくなったよね。そうそう行きたいよね。あれ今年からでしょ。うん、あれ行きたい。え札幌に行きたいよね。そうそう、まあ、そうだし、あの新しい札幌の球場に行ってみたいな。あ札幌だそうです。松田は行ったことあります。沖縄？松田。ねえだろ。沖縄がないでしょ。スタジアム。松田スタジアム。あ、松田ないの。なんかすごいいいんだよね。すごく楽しいから機会があればぜひ。そう、あそこすごい行ってみたい。そう、あんまねセリーグの球場に行ったことがないから。ライオンズファンだもんね。そう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 。東京ドーム。東京ドームぐらい。うん。東京ドーム。あ、東京ドームは行くの？あの違う、野球じゃなくて。なんかコンサートとか。あ、コンサート。何のコンサート行くの？ああ、何の時に来たんだっけな。何か見てんのコンサート。あ、見てるよ。何見たの？ドームクラスでやるなって有名な人。ゆずとか。ゆず好きなの？あ、なんか誘われたから行った。ああ、そうなんだ。なんか X ジャパンとか行ってんのか。行ってみたいけど行ってるかな。ジョーちゃんのその短い手で X ジャパン。例えば、再来週船くんが東京ドームでライブやるよ。あ、そうなの？東京ドームでライブやるっていうか、キャラメルが。あれか。そうか。え、キャラメル久々だよね。あれしかやってないから。そうだよね。いいね、行く人。あ、いいね、いいね。ね、そこにポスターありますから、よかったら。あれ、うまいもいっぱい出るからね。ねえ。いいよ、行ってみな。サコッシーが叩きを持ってるんですよ。え、欲しい。ね、だから送ってくれよって話だよね。ね、混んでますよって言って終わっちゃったから。くれよ。くれよ。持ってますよって言うで終わっちゃったんだよ。変な会話。欲しいね。さあどんどん行きましょう。まだまだ時間。ありがとうございます。はい、どうぞ。あの冬休みとかの長期休暇で最大で用事がなかったら何日引きこもれますか。あ、もう外に全く出ないってこと？そう。何日で行きますか？私は最大で10日間家から出なかった。あ、出なかったんだ。出なかった。実体験。家から出ない。でも、あれはご飯とかは？ご飯買いに行くのもなし？そっか。まあそれはありとして。それはあり。それはあり。なんかあれだね、娯楽施設とかに行かないっていうことだよね。うんうん。ヌー、下手したら多分1ヶ月ぐらい行けんじゃないかな。完全に引きこもりですか。あのゲームがあればいくらでも行ける、うん、野球も見ずに。え、野球はテレビで見れるから。あ、なるほど。テレビだとゲームがあればいいってことね。そう絶対無理だな。絶対無理そう。半日持たない。無理そう。面白くないよ、家なんか。面白い。え、面白いよ。出るのが好きな人はそれでいいのか。イエーイ、いいよね。あんまり面白くないけど。本当。で、目曲がるから。あ、猫。そうね。でそんな一日遊べないもんな。目は吸えるでしょって。え？目は吸うでしょ。吸うってこと。そう。そうね。10日間も1ヶ月持つ。多分いけんじゃないかな。やってみようぜ。できるかな。ルーちゃんどこも行かない。どこも行かない企画。どこも行かない企画。しかも家じゃなくて新
与えられた部屋で。え、それはやだ。それはやだ。ホテルマンスリーで借りてさ。ホテルか。うん、マンスリーホテル借りて、テレビのゲームは持ってっていいから。結構自分中じゃなかったら結構きついと思う、ね。自分中じゃないときついね、多分ね。それはやだな。それはあのずっとカメラで24時間配信してる。さらに嫌なんだけど。誰に見られてるんだろう。アシトロさん見てる。変なことできないじゃん。変なことすんなよ。変なことしないでください。変なことできないじゃん。変なこと。なんで変なことするんだ。普段変なことしてる。急に踊り出すかもしれない。それはいいね。面白そうです。さあ、あと何かありますか。ないかな。いいですよ。はい、はい、どうぞ。今年行ってみたいイベント、キャラさんのイベントってありますか。去年、去年行ったのも含めてですか。去年行ったとこも含めてだ。含めて。あ、でもまた須崎は行きたいな。あ、須崎楽しいよね。うん、あとどこだろう。須崎はね、あれがいいもんね。ホスピタリティがすごいいいから。あれ部屋もいいもんな。なんかやるかわかんないだろうけど、あの隅田の、ああ隅田ね、ないと思うよ。ないんだ。もうないと思う。なんかやるんだったらやりたいけどね。うん、そうね、あの経験したことないからさ。あ、そうだっけ。もうないない。もう3、4年やってないもんね。そう、ないと思うよ。打ち合わせしてないから。ないか。がっかり。がっかり。まずなんだろう。クレか。クレ。あ、クレ行きたい。クレ面白い。クリ行きたい。愛知愛知愛知おめでとう。あ、おめでとう。あの子ね、子供生まれたからね。ね、去年ね、年末に生まれたね。クリ行きたいわ。クリ ね、 ね、クリ行きたい。クリ楽しいよ。クリと須崎はまあまあ楽しいよね。お願いしますね。これも楽しいけど、でもロケーションがいいな、クリかな。まあそうだよね、普通でね。普通で面白いよ。クリ行きたいな。クレに行きましょう。やった。愛知に頼みましょう。あ、それも飛び出しよう。飛び出しよう。ね、さあ、あと何かありますか。はい、はい、ぬーちゃんはあのお正月の時、洋なしの時とかに、あの今の子はちょっとやるかもしれないけど、カルタとか、例えば福洗いとか、そういうお正月の遊びとかっていうのはやったことはありますか。あのね、福洗いもある。あ、楽しくない。そんなに楽しくないんだって。あれ？本当？なんかなし？家族でも福笑いとかないの？ないよ。あ、ないの？見て聞いたわね。なんかさ、お写真、おしゃれ顔してるじゃんみんな。自分たちが面白い顔してるんだ。可愛いでしょ？可愛い。なんか同じ分さ。イラストで置いてさ、同じ分の目と口とほっぺやって、ほとんど同じなのに。若干違うからさ、ね、だからなんかクニャだったら耳もとか、ゴロだって触覚もとかして、なるほど、ね、やったらさ、面白そうじゃない？どうぞ。やってみよう。ね、作ってみようよ。じゃあ今度あれでやろう、あげようよ。インスタでやろう。インスタライブできるんでしょ、だって。あ、やったことない。やってみようよ。やり方がわからない。え？ライブの？そう。あ、そうなの。うん。スカイプ話してるんじゃないのか。あ、全然スカイプ話してないよ。やってみなよ、家で。別に顔映んなくたっていいや、手だけです。ラジオクローターとかやってるよ、手だけ。そうだよね。喋っちゃうよ、普通。やり方は、こんなに聞いとくわ。あ、そう。やるといいさ。次の回って5時あ、6時5時5時か5時今あれ4時45分4時45分もうじゃない。3時45分びっくりだ。15分後に始まった。これがサイン会で。お昼食べたの、ルイちゃん。まだ。あ、食べてない。じゃあ食べる時間はちゃんとね、与えないといけないね。おにぎりを買ってあるよ。ルイちゃん、ここで休憩するんで、ね、あの中でトイレもあるし入るかな。入る気配がない。入るでしょ。そのお尻がさ。大丈夫だよ。ルちゃん和式のトイレ使える。入るよ。
無意識レベルで無意識だいたい自分で吹けないやつやあ、無理だお相撲さんレベルでねえ、じゃあ今年は何か抱負あるんですか。抱負、そうだな、たくさん遊ぶ。お、どうでしょう。いいじゃないですか。ねえ、誰と。みんなと。ああ、いいね。うん、不特定多数とたくさんねえ、いいんじゃない。まあ、毎月ネデルバーに出てもらいますから。地方も行きたいね。じゃあね。あ、そう、行きたい。あの、もうすぐ原宿のイベントがある、ね、あ、そうだそうだそうだ。あれはもうこなしたいいね。あさってかな、チケット発売。お、うん、楽しみだね。ね、広いからね、あそこ。うんうん、そう、十分広いんでね、焦らない。何それ楽しみだな嬉しい時の楽しい、みんなの時のダンスなんですあ、何もバレないよねいいんですよ、ずーちゃんは黙って見てるだけで可愛いんですそんなちょっとモノマネでもやってよ。ずーちゃんモノマネできるの。できないよ。なんかできそうだけどね。例えば黒柳徹子髪型もちょっと似てるし徹子さんってどんな感じだっけ。やってみな。皆様こんにちは、徹子でございます。やれそうじゃん。どう、うん、もうちょっとあの寄せればやれそうな感じがする。本当、うん、鼻つまんでみハンナどこだ、皆様クロヤナギチチコでございます。いいじゃないですか。あ、いける。うん、やった。いいと思うよ。なんかモノマネ無茶ぶりってするの面白いよね。もうそういうタイプじゃないんだけど五郎さんやるけどね。五郎はも何でもできるからね。何でもできるから何でもやるだけだよだからそのところかな。あと大丈夫です、何か質問ありますか。あ、どうぞ。膝でしょ。あの、まだね、あの何、完全ではないけど大丈夫ね。え、ね、水溜まっちゃったからね。そうそうそう、梨がね、梨汁溜まっちゃった梨汁が溜まりすぎたね。そうそう、腐ってきたね。大丈夫。そうそう、ちょっと抜いて。腐っちゃったね。腐ってはない腐ってはないそうですか。よかった。でもそう、大丈夫よ。大丈夫だ、大丈夫、ね、体調には気をつけてくださいね。え、梨の世界には厄年とかあるあるあるんじゃない。あるの。ゆうちゃんはもう厄年じゃない。当て役とか、あ、今はないかな。今はないの。今はない。何もない。うん。そうかそうか。女の子は割とね。なんかあれだよね。早い。なんだっけ。いっぱい。人間だと30代とか全部役年なんだよね。なんか満役とか当て役とか全部含めて30代全部役年だよね。そうそうそう。昔のね、人生50年だからさ。あ、そうかそうかそうか。もう50過ぎた人大体ないんだよ。まあでも気持ち強いでしょ。ないよね、そういう設定なんですか。俺もだからもう役なんかないんだよ。あ、ないの。だって50になったし。え、でなんか女性なんか60代にもなかったっけ。うん、あったよね今なんか男女60のところありますよ。あるよね、ありますよ。作りやがったな儲けるために作りやがったな神社仏閣が。ずーちゃん、私今年婚約。あ、婚約か。婚約いいことあるよ。お払い気な気にすんだね。川崎大使、俺それ気にしたことないな。まあでも気の持ちようよ。なし神様だよ、なし神様。そうそうそう、なし神様に1万円ぐらいやればいいことある。まだ大丈夫だよ。ルーちゃん、江戸は江戸獅子です。ルーちゃん、江戸なんて概念がないもん。ちょっと計算するのめんどくさいね。何なの、何歳だっけ。1800、わかんない。あれ、この子いくつだっけ、今。
みんなもやめられないですよ。ボードミニセットなってきた。え、えとってどうやってさ、どうやって換算すればいいの？12で割るの？12で割ったとて、で元が何かわかんないからね。1885か6を12で割って、あまりのやつって割ったら変したら多いの？多分、俺らバカだからできない。そもそもがスタートが分かる。いいですか、質問。あの、プナッシーが前、エビバキトカゲ年って言ってたんですけど、ああ、そんな設定あるんですね。じゃあ、ヌーちゃんは何だから。だから、ヌーちゃんもエビバキトカゲ年。なんか嫌なんだけど。そんなのあるんだね。そうだね、言ってたね。エビバキトカゲ年なんだ。言ってましたね。そんな年がある。いつ来るんだ。10年経って来てない。じゃあ12年後、あと2年後に来るよ。ムラちゃんのエリマクトカゲ年が。あるよ、だからその時代はあったけど、今なくなっちゃった。今なくなって、12時になったから。なるほど。そういうやつ。中産政策と同じような理屈。そうエリマキトカゲ年のギャグです。じゃあそろそろ一番かな、みんなで写真撮ろうかね。新年一発目のね。じゃあ真ん中の方入るから。失礼します。写真撮ります。写真撮ります。写真撮ります。お尻。あ、ごめん、なんか落とした。ごめんね。いや、お尻。後ろの中。あれ、あの女の子たち書いてた。書いてた。知らなかった。来てくれたけないよ。あ、大丈夫です。さあ、じゃあ撮りますよ。後ろの方立たないと撮れないよ。後ろの方立ってますよ。行きますね。じゃあ、ぬーちゃん、掛け声お願いします。はい、行きまーす。今年も、よきお尻を、はい、セクシー。よきお尻をセクシーなお尻をヌーちゃんのお尻セクシーダイナマイトたまにこういうお尻の外人さんいるすごい腰の位置が高くてさバカーンのあれどうやったって見ちゃうよなあれはどうしてあんな重力で逆らえるんだろうね。まあこういうねちょっともうちょっとこう吸ったらこうグイッとお尻上に上げなよ。ふなってるより下がってるよ。あいいねほら。あいい感じ。あこういうそうこういう感じでいいんだたまに。あいいね。ご利益ご利益。腰見て。あいいね。ご利益ありますよ、これ初日の出より、ね、いい感じですよ。あ、プリンプリン、プリン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 いいじゃないですかそう、それぐらいだよ、それぐらいでいいよ。なんか、ちょっと下がりすぎなんだよ、いつもいや、そんな感じかな。はい、はい、じゃあ次は撮影会じゃなくて、サイン会ですよ、ね、はい、ぜひ、よかったら皆さんまた参加してみてくださいね。ぬーちゃんこっちで休憩入りますけど、スタッフさんこっち入れますか？ぬーちゃん。ちょっと見てないですか？だからあのカートンが見えてて、もうそもそもそこが入れない気がする。いけるよ。いや入るよ。頑張れ。じゃあ次、5時の会でお会いしましょう。またねー。でサインはまあ一人一個ですからね。はい。じゃあできるだけ薄いものというか平物でお願いします。ゆっくりめがちょっと。ちょっと自分で持ってくるスタイルね。そうだよ。書いてもらうと。そう。あの丸いものとかぬいぐるみちょっと書きづらくて大変なので、平物でお願いします。あ、開けてくれた。すごい開けてくれた。いけるかな。いける。頭がいけるかな。お尻はね、いけるんだよ。お尻はいける。作るよ。お尻はいけるから。お尻だけど顔面がね。
まあこれならいけるよ。ああじゃあ、はい、ご挨拶していきましょう。こんな三が日からお集まりいただき誠にありがとうございます。イエーイ、はい、さあ今年もみんなと楽しく遊べればいいなと思ってるからまた遊びに来てね。じゃあぬーちゃんこっちで休憩しましょう。はい、ではまた、はい、バイバイ。バイバイ。バイバイ。またねー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 。ほら余裕じゃん。余裕ね。ほら余裕。おお。ありがとねー。バイバーイ。頭。オッケー。あ、むいた。